ございます、本日はですね、今から髪の毛を切りに行きたいなと思います。もう髪の毛が今とんでもないことになっているので、もうサングラスで押さえてるんですが、今から髪を切りに行きたいなというふうに思う。なんかいきなり地図が喋り出しましたね。ちょっと今から京都に行くんですけども、まあ、京都にちょっと普通に行くと感染の恐れがあるので、ちょっとそこは車で自家用車を使っていきたいなというふうに思うんですけども、今回は僕一人だけじゃなくてですね、嫁も今こっちに向かってきてて、嫁はヘッドスパをしに行くっていうことで、ヘッドスパご指名の関さんに、僕もヘッドスパやってもらうし、嫁もヘッドスパやってもらうと。で、僕に関してはプラス髪の毛も切るということになってますので、嫁はヘッドスパのみで一緒に行きたいなというふうに思います。ということで、僕の担当してくれてる美容師さんのおせさんと嫁が初めて会うという動画になっております。もう回してるぞ。なんか変じゃないかな、大丈夫？うん、おしゃれよね。今日はヘッドスパどうですか？楽しみ。やばいぞ。飛ぶぞ飛ぶぞ、絶対飛ぶぞ。ここすぎる。それでは無事到着しました、京都です。よっこいしょ。12時半、あと1時間半や、飯行こう。ピザの生ハムとルッコラとか、はい、パスタで自家製ベーコンのスモークのカルボナーラ、はい、カルボナーラいける。あ、そういうの。飲み物がついてまいりました。ドリンクの中お二つお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。ノンアルコール。でもね、美味しいね。さっぱりする。うん。うまかったな。うまかったな。見てみ、やっぱ踏まれたとバカなってるわ、足。ごめん。さっきも言ったけど、体重60キロから乗ったからな、そら。ここはですね、おせさんに教えてもらって、美味しいとこありますよって言われて、めっちゃ高そうな雰囲気やのに、しかも祇園のど真ん中やのに、1000円やってな、1人、うん、という感じで、さすがおせさんです。今から美容室におっさんに会いに行きます。さあどうですか、もうこれ扉が開いたらおっさんたちがいてるかもしれんけど。そうなんだ。緊張する？うん、汗すごい。あ、危ね、危ね。もうすぐあれなのかな。ちげえ。あ、ここだどうする？あ、そうですね。もしもらえつけた方がいいかな。あ、そうですね。もし行けるんやったらいいですか？全然いいですよ。あ、持ってきたな。また増えてるから、徳川さんどう、また行けんかなと思う。いや、そうなんですよ。先の方がいいかなと思ったんですけど、でももう今行かんと。そうなんですよ。先生お願いします。お願いします。もうマスクした状態やから、もしかしたら音入らんなと思って。あ、確かに、ね、もうそうやったら音なしでもうナレーションでナレーションでいくと思うんですけど。お父さんも相変わらず元気になってた感じですか？そうですね、うん、結構元気で、最近がっつりをやってて。あ、はい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 、動画見ました。見ました。はい。そうそう、なんか置いて先っちょの方で一人でこうやってな回して、その間にこう船が回っていってるのが見れて。そう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 。でもそれいいねしたんちゃうかな。めちゃめちゃバッツリ好きやから最近。なんか熱、自粛によって逆に熱が出てきた。
さっき連絡さんって、はいはい、マジ緊張しますね。君たぶんこの方が緊張するそうなんすかびっくりするぐらい緊張、久々にこんな緊張したの人に会うのに席もそんなあんま言わないですけど、珍しくなんか、緊張しますね。顔わからんから余計ね、緊張しますね。そうどういう顔かわからん。なんか、めっちゃ、イメージしてた感じの雰囲気とはなんかまた違いましたね。動画で見てるなんか感じが、なんかこう、結構はしゃいではるじゃないですか。そうですね。なんか、あの顔で結構こんなはしゃがはるんやって、ちょっと思っちゃいましたね。もうちょっとなんかクールそうみたいな、なんか大人しい感じの、人見知りの感じの感じが、普通みたいな感じではしちゃう感じ。確かに、知らんかったらそうかもしれないですね。なんかあんなになんかめちゃくちゃいう感じなんやと思って、めちゃくちゃパリついてる。全然悪い意味じゃないですけど、すごいいい感じの、大丈夫です。はい、ということで最後締めを取りたいなと思います。もう最後雨が降ってきてですね、もう髪の毛びちゃびちゃになったんで、最後オールバックスタイルでお別れしていきたいなというふうに思います。ヨムゾウさん、最後感想どうでしたか？今回のヘッドスパすごい気持ちよかったし、最後アセさんに髪の毛セットしてもらって、すごい自分の髪じゃないぐらいツヤツヤのクリンクルンの綺麗になって嬉しかったです。よかったな。1回会ったからもう次から会えるやろ。お互い緊張してたけど、うん、おっさんも緊張してるって言ってたし、キンも緊張してたけど、うん、大丈夫。またお邪魔させてもらいたいなと思います、はい、では、こんな感じで今日は髪の毛を切ってきたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。じゃん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 